長崎の今をしかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる。ふるさとがもっと好きになる。身近な長崎。全国で1日におよそ3000人。マーク次長、何の数だかわかるかい？3000人。大きい数字ですね。実は病気や怪我で血液を必要としている人の数なんだよ。毎日そんなに多くの人が。そうなんだ。7月は愛の血液助け合い運動月間だし、今回は献血についてお伝えしよう。ももこです。長崎市浜の町にある献血ルームにやってきました。お邪魔します。あら、病院みたいなところを想像してたけど、木目調の内装で落ち着く空間だわ。関さん、今日は献血についてお話を伺いたいんですが、そもそも献血された血液はどのように使われるんでしょうか？はい、怪我の治療で使われるのはごくわずかで、ほとんどはがんなどの病気の治療で使われています。血液は人工的に作ることができず、血液をもとに作られる医薬品、血液製剤は長期保存ができません。患者さんの命をつなぐためには皆さんの献血が不可欠なんです。安定した供給のためには多くの人に継続して協力してもらう必要があるんですね。ところで、献血は何歳からできますか？はい、献血は16歳から可能です。ただし採血の種類や量によって異なりますので、詳しくはウェブサイトなどをご覧ください。最近の献血の状況はいかがですか？はい、去年はコロナ禍でも多くの方にご協力いただきました。一方で若年層、特に10代から20代の献血者数は減少傾向にあります。このままだと将来血液不足になり、治療に大きな支障をきたす恐れがあります。それは大変。救える命が救えなくなるのは困ります。献血は献血ルームだけでなく献血バスでも行えるんですよ。今日は佐世保高等技術専門校でも献血を行ってるんですよ。それは行ってお話を聞いてみなくっちゃ。佐田町にある佐世保高等技術専門校にやってきました。献血バスでは生徒たちが献血に協力しているわ。ここで献血の手順を紹介。まずは受付。受付確認票に必要事項を書いて質問に回答します。次に問診と事前検査を行い、採血しても大丈夫なのかを確認します。そしていよいよ採血を行います。採血後は十分に水分を取って休憩し終了です。田中さん、献血をしてみてどうでしたか？自分は5回目なんで慣れてるんですけども、初めの方は少し怖いかもしれませんが、スタッフの方も優しいですし、安心して受けれると思います。実は僕も幼い時に輸血の経験があります。それを踏まえての今の自分がいるんですよね。献血って本当に命と命をつなぐボランティアなんですよね。ラブラッドというウェブサイトで献血の事前予約ができます。会場内での密集回避やスムーズな献血のためにぜひご活用ください。八郎部長、何をしてるんですか？今から献血に行こうと思って身支度をしているんだよ。いや、鹿は献血できませんよ。あ、確かに。他にできるボランティアを考えましょう。うん、ありがとう。